速稼塾の久保です、国民はこんなに困ってます。私は個人的にこんな厳しい目に遭ってます、ですんでこういう時こそ助けてください。日本政府、官邸、菅総理ということで、心の声を官邸に届けてみていただきたいと思います。国民の声が集まればやっぱり政治は動いてくれます。どうせ無理だろうと思えばそうなってしまいます。今回はですね、官邸にメールをするその方法を動画でお知らせしたいと思いますので、画面を切り替えて説明しますね。はい、いかがでしょうか。 Google で官邸メールアドレスと検索するだけでも出てきますよね。ご意見募集、首相官邸に対するご意見ご感想ね。官邸メールアドレスで検索するといとも簡単に出てくるんですよ。じゃあこれクリックしますよ。はい、クリックするとこういう風になります。ちょっと画面広げます。はい、ご意見募集、首相官邸に対するご意見ご感想ね。まさにこの通りですよね。首相官邸にどうやってメッセージを送ればいいのか分かりませんって方いると思いますけども、これで OK なんですよ。で、動画の概要欄に URL つけときますので、そこをクリックするとこの今ご覧になっている同じ画面が映るようにしておきますね。で、テーマは持続化給付金くれでもいいですよ。30万くれ、ベーシックインカムにしろ、何でもいいです。あなたの思いをタイトルとしてここにぶつけてください。もう借金で死にそうですとかね、生活費がありませんとか、子供たちを食わしてあげれませんと、そういうことを書いてもいいと思います。で、ご意見ご感想に2000字以内で、2000字って言うとね相当書けますんで、あなたの現状とね、どうしてほしいかってことをしっかりと書いてください。私の動画のコメント欄に書いていただくのもありがたいんですけども、ここに書いた方がより効果的です。で、あと年齢ですね、男女別、住所ね、住所は特定できないように県だけでいいようになっています。で、メールアドレスね、メールアドレスも入れていただければいいんじゃないですかね。返信が来るかもしれないですね。で、送信ボタンを押すだけです。簡単でしょ。ということなんですよ。そんな難しくないですよね。ぜひね、動画の概要欄から、メッセージを送っていただきたいと思います。そして今後もですね、この特別定額給付金や持続化給付金、その他ベーシックインカムですとか減税に関しまして、要求をどんどん私も上げていきたいと思いますし、皆さんと一緒にね、思いの丈を権力者にぶつけていきましょう。権力者を雇っているのは納税者たる我々です。権力者は税金で暮らしています。国債で暮らしています。私たちの許可を得て生きているわけですから、そういう方たちは。偉そうに言えばね。だから私たちはしっかりと税金を払っているその義務を遂行している権利、これを使っていきましょう。そんなに難しいことではないですよね。この動画が見れているということは官邸にメッセージを送れる方だと思います。ですので、動画を概要欄から送ってみてください。また新しい連絡をさせていただきますので、ご期待くださいね。それでは失礼します。